両方役割が高いな。ファルコンを早めに削りましょう。じゃあ、ウィナーズ2回戦ダブルス、松崎がブラで待ち合わせ、劇場版アイカツバスとシンデレラライブ最大夢再開始です。おっと、ピーチが下さり荒らして、ユキホがいますね。ユキホ、ユキホとハムゾウがいますね。アイカツアイドルが、アイバスが多いです。前で追い出して、マツダしかいないぞ、立ちはできない。はい、リフレスウエスマンしっかり反転入れて、それ言ってなんだよ、なんだからな、ちょっとわからない。いい投げでした。あ、来た。あ、向こうが日差しが一番走るぞ。おっと、そこまでぶっ壊した、すべてをぶっ壊した。おっと、シャツマがやばいですね。穴に掘って埋まるばかりにシャツマ掘っていく。トレイは相方に登場する架空のアイドルっぽいですね。おっと、見てない間にポップ死んでるか。ポップスってどっちもポップスであって、それゆうが死んでしまいましたね。リフで。アムゾウが掴まれて、おっと、前投げればあそこから帰ってこれるのか、帰ってこれます。いや、帰ってこれます。失礼。そして、後ろ投げ。ウエスマン穴掘ってますね。ヒーツ。これは今全然ついた感じは、マスタケがブラデマッチチームがかなり強いですね。マスタケがブラデマッチ、ちょっと発音が大事らしいですね。取られるんですよ。おっと、これ危ないぞ。しかし、しっかり言う、しっかり言う。おっと、巻き込まれた。位置はいるだけで、わけわからんじゃないですか。おっと、グレーバスしてしまう。これはやって、バスし、と思ってしかし、キモか、あいつ。まだ分かってないぞ。ブレイユが、一人になってしまいました。一人のボックスと一人のピース、どっちの方がいいんでしょうかね。2対1の状況で勝つには速さがいるような気もするんですが、でも、ボックスの自分の短さを考えると、1の方がいいのかもしれない。まったけチームが勝ちです。選手。ただ、対するカウンターステージは、理由かなり入ってます。このダメ！ダメだ！全部入ってます。あそこに青い電池。ビーチが下まで合わせて、もう56分変わっちゃいました。ウエスマン？どこについてるって言ってくれんか。あっと、なんか知らないピーチが死んでる。全然闇に追われましたね。おっと、ピーチが事故りやすいキャラだった。おっと、ウエスマンが引っかかって、いい感じに引っかかるガバッとしない。いえ、おっと、今のワンチャンとしてくれた。いいですね、今のゲーム。いいクルゴを配布しますと、おっと、今は勝てなかったな。おっと、危ないぞ。しかし勝てる。
入れなかったかな。おっと、熊井がグラブしてバストしてしまう。なかなかいい勝負なのか。いや、あったらすぐかなり有利ですね、赤が。はい、クーゴー1個あってバストしまう。上投げコンパクトに変わらないですね。おっと、何が起きた。しかしボックスが示してない一挙切り、チームキルになっちゃうんでしょ。上投げ、上投げから動くの操作に。おっと、何か起きた。おっと、早いイカでバスしてしまう。しかし、くれっとない。まだかかりそうでした。入れるべきじゃなかったですね。おーっと、フルチャージの人さんが刺され、おっと、これ分からなくなってきたぞ。青は巻き返していきましたね。あーっと、希望とだれました。希望とだれたかのように見えるが、まだ分からない。キスしかいない、コンビル。だいぶ来るわ。これで、そしは、えいごそー。マツタケチームが勝ちですね。